お前に恋して俺の心はボロボロ割れたガラスのようになってしまったのさ。知らずに生きてたこんな寂しさ知らないままでずっといられたらよかった。師匠とのご縁によって大和チャンピオンとのお食事に何度か同席させていただいて感じたことは、チャンピオンは強さ優しさはもちろん、知性人を思いやる気持ちをも持ち合わせているとても素敵なお方でした。この度の K-1 ワールドグランプリ王者おめでとうございます。チキンカバブの大将の作る焼き鳥はレベルが違います。食材の素晴らしさと大将の経験が最高のお料理に仕上げてくださって
日本一だと思います。いつもありがとうございます。